ちは、あやチャンネルのマミーです。今ね、子供たちがみんなでね、仲良くね、遊んでいます。ノエル兄さんと、ナイト君ですね。お、アクアも加わりましたね。さあ、ナイト君がノエル兄さんと遊びたがっています。お、そこにジュエルが入ったけど、ちょっとジュエルは諦めて、アクアの方に行きました。今日は珍しく、ノエル兄さん動いておりますね。ナイト君の、キャタピーが欲しいみたいです。ダイヤ君は落ち着いてますね。お、ナイト君は、ダイヤ君と遊びたいのでダイヤ君に交渉しに行きました。でもちょっと無理だったみたいですね。でも諦めずもう一回行きます。さあ、もう尻尾フリフリ、僕と遊んでよ。ナイト君はね、マミーだけに甘えん坊じゃなくて、同じようにダイヤ君にも甘えん坊なんですね。ダイヤ君もね、上手にこう受け入れてくれるんだよね、ナイトをね。大丈夫ですか、ノエル兄さん。ノエル兄さんはね、よくね、もうほんとなんかおじさんのように、くしゃみをしたりするんですね。アクアとノエル兄さんは鹿のぬいぐるみの取り合いですね。もうほんとこの鹿ね、人気なんです。中の綿をもう全部ね取っちゃって、今もうぺったんこなかわいそうな形というか、もうなんか布みたいな鹿のぬいぐるみなんですけどね、捨てちゃおうかなと思ったぐらいだけどね、よくね取り合いで、やっぱり噛みやすいんだね、ちっちゃい子たちにはね、この綿が入っていないぺったんこになったのが。なのでね、これはとっても人気ですね。さあ、こちらでは、ダイヤ君と、ナイト君が激しいです。やっぱりノエル兄さんとはね、その動きが違うので激しさも違いますね。こう、なんでみんなねワンプロするとクシュンクシュンってね、するんだろうか。鼻がぶつかったりしてこうくしゃみが出るのかな。さあ、今アクアが、人気の鹿のぬいぐるみを持ってますね。それをダイヤが今取ろうと、しています。おさっと今ナイトがいきなり来て取りました。あ、でもアクアが取り返しましたね。アクアはね、ほんと大好きなんですね、この鹿のぺったんこなぬいぐるみ。ぬいぐるみ、もうぬいぐるみとは言わない鹿の布なんですけどね。さあ、もうノエル兄さん嬉しそうですよ。こういうね、ノエル兄さんが嬉しそうなね動きを見るとね、マミーはとっても嬉しいです。でももう疲れたみたい、ひんやりマットの上に、寝転びましたね。今日も元気いっぱいの、子供たちですね。というか、あれ、ジュエルさんはどこ行った？あ、ジュエルはケージの中でさっきのカミカミするやつ、さっき触ってたから、それを一人でこっそりカミカミしてるんだね。ノエル兄さんももうケージの中に入って休憩タイムに入りました。
あやチャンネルは元保護犬たちとの日々の様子をお届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。 Thank you for watching. See you again. Bye.